この番組は堺味噌だれ餃子満腹亭、すべては心を満たす瞬間のために、南大阪発アウトドア専門店フィールドジャック、ストライクス紀の川ボールの提供でお送りします。厳選した国産野菜と大阪のブランド豚犬鳴きポークを贅沢に使用、堺味噌だれ餃子満腹亭。自然の中で心を解き放つフィールドでの体験があなたの人生を豊かにする、すべては心を満たす瞬間のために、南大阪発アウトドア専門店フィールドジャック。体重が少しずつ減ってきまして、ストレス解消にぴったりです。もともと足が弱かったんですけども、筋肉がついたかなって思います。この日が来ると楽しみにしてる、やるぞっていう気持ちですね。夫婦仲良しの秘訣ですかね。ストライクス紀の川ボールで健康ボーリング教室に参加しませんか？さあ、新たな一歩を踏み出そう。1月12日水曜日、地元園つながるニュース、つながるパーソナリティの高松良生です。この番組では地域の話題や暮らしに役立つさまざまな情報をお伝えしています。また番組ではツイッター、インスタグラムで寄せられました皆様のお困りごとやお悩みなど、地域の頼れるスペシャリストのご協力をいただきまして解決してまいります。さあ、そして今日のつながるリポーター、この方です。皆さん、新年明けまして誠におめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。パンの誠です。どうぞよろしくお願いいたします。誠くん、お正月はいかがでしたか？はい、子供がね、年越す瞬間起きとくわ言うて一緒におったんですけど、はい、こんななってましたね。こんなんです。そうそう、子供のことはなかなかね、そうなんです、眠気には勝てないんですよね。そうなんですよ、はい、あ、そうそう、お、はいはい、折り紙で折りました、トラ年です。かわいらしいですね。はい、皆さんも折り紙今年いっぱい折ってください。はい、さあ、今年もですね、水曜日はこのコンビでお伝えしてまいります。最強コンビでいきましょう。どうぞよろしくお願いします。では最初の話題です。おととい1月10日は成人の日、9日から10日にかけ各地で新成人の新たな門出を祝う成人式が行われました。今年紀の川市で成人を迎えるのは649人。会場では艶やかな振袖や初々しいスーツに身を包んだ新成人がマスクの下で笑顔を見せ、大人の門出を祝いました。紀の川市成人式は新成人が自ら作り上げていく実行委員会形式が特徴です。心に残る式典にしようと、20人の実行委員がおよそ半年かけて企画、運営、進行のほか、恩師からのメッセージを集めたビデオ制作などを行いました。今年のテーマは令和を彩る夢、それぞれの金メダルを目指して。成人式実行委員長の挨拶では、これまでの活動を報告するとともに、コロナ禍においてもそれぞれの夢に向かって走り続けている仲間たちへエールを送りました。当たり前にあなたのような生活になりました。その人の大切さを改めて実感できたり、感謝を伝えるきっかけになれば、さまざまな生活で大きな生活を受けながら、その後に笑顔を戻してきました。新成人の言葉では、代表者が成人としての決意を述べました。成人式実行委員会の皆さんに式典を終えた感想や今後の目標についてお聞きしました。いろいろ決めることが多かったんですけど、みんなに協力し合って決めれたんで、まあ自分的にもいい経験になったし、すごく楽しかったです。大人になったので、大人らしく責任のある行動を心がけたいと思います。人に迷惑かけずに自分らしく言いたいと思ってます。一応小学校教員目指してるんで、子どもたちが頼れて気軽に話しかけてくれるような教員になりたいです。今私はもう働いてるんですけど、やっぱり会社で与えられた仕事っていうのはほんまに責任を持ってやらなあかんことやと思うので、もうそれをちゃんと
心がけていけるように徹底してできるように頑張りたいです。続いて9日、阪南市では検温消毒などの基本的な感染対策に加え、昨年同様式典を2部制にして成人式が開催されました。式典は新成人による成人式運営委員が主体となって進行しました。水野健二阪南市長が新成人に向けお祝いと激励の言葉を送りました。自分の判断と行動が求められるところでございます。また新成人代表が感謝や決意の言葉を述べました。僕はもう就職してるんですけど、やっぱり社会人として、やっぱり人よりしっかりこれからを生き抜いていかないといけないなと思います。まだ学生ではあるんですけど、まあ、2年後就職して、本格的に社会人となりにあたって、まあ、今日のこの式を経て、大人という自覚を持って、しっかり自立していこうと誓った次第です。元気な赤ちゃんを産むことです。国試頑張ります。学校頑張ります。何でしょう。彼氏できました。じゃあチア頑張ります。まだ19歳です。彼氏作ります。とりあえず今年から DJ 東京出るんで、とりあえず名の知れたようにいけれたらと思います。目標は特にないんですけど、まあちゃんと責任感持った大人になりたいなと思います。なんか今まで育ててくれてありがとうって、今日絶対伝えようって思ってます。やっぱ家族にありがとうって言いたいなと思います。20年間その大きい病気とかもせずにここまで育ててくれたので、すごい感謝してます。続いて10日、大阪狭山市でも検温消毒などの感染対策を行い、成人式が開催されました。今年大阪狭山市で新成人となったのは638人。式典では初めに古川照人大阪狭山市長が新成人に向け手話を交えてお祝いの言葉を送りました。皆様の成人おめでとうございます。ご家族の皆様にもお喜び申し上げます。続いて小中学校時代の懐かしい写真や恩師からのメッセージが込められた映像が流れると、会場からは歓声が上がりました。新成人代表がこれまでお世話になった人たちへ感謝の言葉を述べた後、市長と副市長、教育長からそれぞれ花束を受け取りました。おめでとうございます。最後に成人式企画運営員のメンバーが挨拶し、この日の式典を締めくくりました。貢献できるような立派な大人になれるように頑張ろうとしています。来年から社会人なので、責任感を持って動けるような大人になりたいです。ちゃんと自分の芯を持って自分のやりたいことをできるように、そんな大人になりたいです。和泉市の成人式は中学校の校区別に6部に分散して開催。今年は2219人の新成人が晴れの日を迎えました。毎年和泉市の成人式は新成人自らが企画運営を担当。今年の成人式のテーマは This is me 冒険家であれです。皆様方がこれから歩んでいく時代っていうのは、これまでの経験値では測ることができないさまざまなことが発生する、そんな時代だと言われております。どうか冒険家として道を切り開き、
自分らしさを忘れず、自分の強みを生かして素晴らしい成果をつかんでいただきたいというふうに思います。ご来賓の皆様、そして成人式の企画委員からメッセージが伝えられました。これからはみんな別々の道に進むとは思うけど、負けずに頑張ってほしいです。今日は思い出に残る成人式にしましょう。ありがとうございました。式典の最後は恒例の泉が永年大抽選会が行われ、大いに盛り上がっていました。やっと大人の仲間にできたなって思います。ここまで育ててくれた親にすごい感謝の気持ちでいっぱいです。でもありがとうございますしか言うことがないです。プレゼント用意してるんで、こっそり家帰って渡そうと思います。結構いろいろ迷惑かけてきたんで、ここまでやってくれて嬉しい。ありがとうございます。もうありがとうの一心ですね。まあ、今日も朝母親に花束渡しました。ちょっと涙目になりましたね。はい、胸張って子供に自分がお父さんやって言えるような大人になりたいと思ってます。将来的にまたこれから20歳になっていく、まだ後輩たちの子に手本になれる大人になっていきたいですね。まあ、ちゃんと、マナーを守って、きちんとした大人になるように頑張ります。まあ、人の役に立てるように頑張ります。将来の夢、私看護師になりたいです。コロナ禍で頑張ってる看護師さんの姿見たら頑張りたくなって、私もやりたいなっていうのがあります。25に店を建てようと思ってます。カフェの店を建てようと思ってます。まあ叶うかは分かんないですけど、必死に夢を追いかけたいと思います。まあ、有名人ほどの、人気者にはなりたいですね。将来の夢は、お金持ちになることです。お父さんが機械の、久保田っていう会社に所属してるんですけど、同じような道に進めたらなと思います。市役所で働きたいなと思ってます。僕の尊敬する、人が市役所で働いてて、その人をちょっと憧れてやりたいなと思ってます。それぞれの成人式、感染対策をしっかりして行われましたが、誠君、はい、成人式の思い出ってあります？いや、僕は本当に数年ぶりに地元の友達と再会して、それをきっかけにやっぱ今でも密に連絡取るようになりましたね。本当にいい日でした。はい、しかし皆さんね、本当にしっかりとした目標を持っていらっしゃるんで、いいですね。未来がありますね。そうですね、新成人の皆さん、本当におめでとうございます。そして目標に向かって頑張ってください。頑張ってください。では次参りましょう。昨年12月25日、大阪府阪南市の西鳥取漁港で地元で養殖した牡蠣が食べられる棒出の牡蠣小屋がオープンしました。西鳥取漁港では2016年から大阪で初めて牡蠣の養殖に取り組み、冬のシーズンに販売しています。養殖牡蠣の名前は西鳥取漁港がある旧棒出地区にちなみ、棒出の牡蠣と名付けられました。毎年冬の時期には取れたての牡蠣が食べられる漁業組合直営の牡蠣小屋がオープンしますが、昨年はコロナの影響で中止。オープン初日には再開を待ち望んでいた多くの人が訪れました。お店の中は牡蠣を焼く美味しそうな香りに包まれています。人気のメニューは焼き牡蠣、牡蠣フライ、牡蠣飯、味噌汁がセットになった1600円の満腹定食です。棒出の牡蠣は大阪湾の豊かな恵みで育ち、身が大きくプリップリ。特に今年は養殖方法を変えたそうで、今までで一番自信があるそうです。うまい。おいしい。2、3年ぐらい前にテレビでやってるのを見てできたくて、今日初めて来ました。焼き牡蠣とかすごく大きくて身がプリプリしてて、あとお味噌汁もいいお出汁で美味しかったです。前回すごく美味しかったんで、また今年も来ようと決意してやってまいりました。
どれも美味しかったんですけど、まだちょっと僕物足りなくてまだスイカ頼んじゃったところです。以前と2年前と変わらずみんな美味しくっていうふうに聞いて安心しました。この柿川を通じて、阪南市活性化、またいろんな地域から話にお越しいただいて、この港の海の良さも含めていろいろ知ってもらいたいなと思います。柿小屋は毎週土日祝日のみの営業で、オープンは10時から午後4時までです。詳しくは漁師船頭までお問い合わせください。いや本当に身が大きくて食べたい、美味しそうでした。食べたいんですけど、ね、あるんですか今スタジオには。ちょっとないようですよ。ないんですか。ちょっと食べたかったです。ねえ、それから1600円の満腹定食、これお安くってねえたくさんあってね、それでも足りないって言ってる方いらっしゃいました ね, ねえ、めっちゃ食べたい。本当美味しそうでしたけれどもね、はい、こういった機会に本当に地元の牡蠣をね、うん、より多くの方に知っていただきたいですね。そうですよね、はい、うん、さあ次参りましょうか。これ今に関連する話題なんですけれども、ボーデの牡蠣小屋がオープンした12月の25日、中国中大阪総領事の節健さんが阪南市を訪れまして、地元住民との交流が行われました。中国中大阪総領事館から投稿いただいた映像をご覧ください。このイベントは日中国交正常化50周年を前に、中日友好関係を促進し、地元の方々の仕事や暮らしなどを応援しながら今後の実務協力に結びつけていこうと開催されたものです。西鳥取漁港を訪れた節健中国中大阪総領事は、船に乗って牡蠣の水揚げを体験、その後牡蠣小屋で焼き牡蠣や牡蠣フライ、牡蠣飯などを堪能し、大阪湾で育った旬の海産物に舌鼓を打ちました。また漁港のほかにも和菓子や洋菓子などを製造販売する青木商風庵の工場を見学し、人気商品のミルクまんじゅう月化粧を試食しました。創業300年を超える老舗酒造メーカーの何和酒造では、伝統ある酒蔵で日本酒を酌み交わし、地元の方々と親交を深めました。今年2022年は日中国交正常化50周年を祝う記念すべき年です、うん、まあ、こういった取り組みが日中友好の架け橋として文化交流を促進し、相互の理解やそして信頼がより一層深まったのではないでしょうか。さあ変わっての話題に参りましょう。昨年12月25日と26日、大阪府泉南市のジェイコムサザンスタジアムと並早グラウンドで中学生男子ソフトボール研修会が行われました。この研修会は女子のスポーツという印象が強いソフトボールのイメージを変え、中学生男子ソフトボール競技の発展と普及、そしてチームの強化を図ることを目的に行われました。冬の時期もしっかりと練習試合をやりたいというチームを全国から集めて、でそれで試合をしてあげた方がいいんじゃないかということで今回企画させていただいたんです。遠いところであれば愛媛県、それから岡山県等々の地域からたくさんチームが集まっていただいて、今回大会を開催させていただいたという形になってます。この日集まったのは埼玉、愛知、岡山、広島、大阪で活動する中学生男子ソフトボール選手たち。大阪からは日本男子ソフトボールリーグ所属の大阪グローバルジュニアが参加しました。この研修会で行われた練習試合は1試合80分ゲームで、先攻後攻問わず80分で試合終了、より多くのチームと対戦できるように考えられています。
あんまりその集まって練習ができないんですけど、それをしようって監督が言ってくれたりしてて、そういうところの一人一人の心がけがチームを強くすると思うので、これからもまだまだ全然弱小チームですけど、もっと強くなりたいです。大会時には全国的に大寒波が襲来、その影響もあり福井、愛媛のチームが参加できなくなりましたが、会場では疲れを見せない白熱した試合が繰り広げられ、寒さを忘れさせるほど暑い2日間となりました。ソフトボールと言いますと女子のイメージが強いんですが、こうして男子の皆さんも頑張っているということですね。気合入ってましたね、みんな。ソフトボールね、私もあの小学校の頃よくやってたんですけれども、野球とはやっぱり違いますけれども、こう簡単にできるというか、みんなこう楽しめるという印象があるんですけれどもね。僕やったことないんで、ちょっとやってみたいな。じゃあ今度チーム作りましょうか。あら、じゃあ僕女房役になります。じゃあ私エースでお願いします。りたいと思います。これからもね、選手の皆さんこういった研修を生かして頑張っていただきたいと思いますね。はい、さあ続いては街角注意報です。このコーナーでは各エリアの警察署と消防本部が発信する情報をお伝えします。まず大阪府警安町メールの情報です。11日12時ごろ、泉大津市城南町3丁目の高齢者のお宅に警察官を名乗る男から、あなたのキャッシュカードが偽造されていますという電話がありました。12日9時ごろ、阪南市高陽台の高齢者のお宅に阪南市役所介護福祉課の職員を名乗る男から、医療費の還付金3万7200円があるという電話がありました。続いて各エリアの昨日の火災発生件数と救急出動件数、はじめに堺、南大阪、泉大津エリアです。続いてリンクエリアはご覧の通りです。最後に和歌山エリアはご覧の通りです。火の取り扱いには十分に注意してください。以上、街角注意報でした。ということで、水曜日は今年最初の放送だったんです。そうですね。今年もですね、誠君と一緒に楽しく頑張っていきましょう。情報を伝えていきたいと思います。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。お願いします。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。さよなら。